三輪明宏5月15日隊は、日本の男性歌手。また俳優、演出家、タレント、声優としても活動している。長崎県長崎市出身。本名及び1971年までの芸名は、丸山明宏、陽名は新吾。愛称は、丸さん。改正中学を経て、国立音楽大学附属高校中隊。兄と姉と弟のいる5人兄弟の次男。 自らの個人事務所であるオフィスミ所属。1935年5月15日、長崎県長崎市において、丸山作市、沼の間に5人兄弟の次男として誕生する。三輪の実家は、長崎市内の丸山遊郭と呼称された遊郭街の近くで、世界という名前のカフェや料亭を経営して、成功を収めており、経済的に豊かな環境で育った。 1941年12月、イギリスやアメリカ合衆国との戦争体制に入った中で、父親は適正文化を商売にすることは自局にそぐわぬと言われて、やむなくカフェを閉店せざるを得なくなり、金融業に転業する。1945年8月9日、雲一つない改正の日、長崎県長崎市本石会町にある自宅において、当時10歳の美和は窓際で、 夏休みの宿題に、おとぎ造紙の万獣姫の絵を描いていた。絵の仕上がりを確認するため、二三歩後方に下がった時、何千ものマグネシウムを炊いたような白い光を見た。その直後に、激しい爆発音が聞こえ、家がぐらぐら揺れて傾いた。それは、原子爆弾によるものであった。女中に流され二人で布団をかぶると、すぐさま空襲警報が鳴り出し、 その後爆風で机の下に飛ばされていた兄を起こして、三人で防空壕に向かった。六日後の終戦の日に、爆心地近くにあった聖母の実家へ祖父母を一人で探しに行き、山上を目の当たりにする。原爆により、父の貸し付先が相次いで破産、多解したため、返済を受けられなくなった、見栄え家は貧乏生活を余儀なくされた。その前に、 三和の父の母妻が他界しており、父の後の父妻も失踪する等の不幸に見舞われ、三和は幼い母弟たちと辛い日々を送ることとなった。終戦後、自身が鑑賞した映画に出演していた、鏡一郎のボーイソプラノに衝撃を受け、ほどなくして、声楽とピアノのレッスンを受け始める。開成中学では、同期に西岡武雄がいた。 エンリコ・カルーソーやベニャミーのジーリのようなオペラ歌手、コンサート歌手を夢見て、1951年の春、15歳のミワは、国立音楽高等学校を進学するため上京する。ある時、帰省した際に、父が生活が苦しくなった親戚に対して無情に、見捨てるような態度を取ったことに激怒し、大喧嘩した。父から絶縁を言い渡され、仕送りも当然ながら止められた。 ミワは東京で一人生きていくために音楽学校を中退、生活費を稼ぐために新中軍のキャンプ周りをして歌を披露した。2015年時点で芸歴64年1951年に新中軍のキャンプ周りでジャズを歌いやらをいただいたことがプロとしての始まりと本人が語っている。新宿駅で寝泊まりしていた時期もある。1952年。 17歳になったミワは、ゲイバーやバーテンなどのアルバイトにも従事して、日当を稼いでいた。その頃、銀座7丁目にあるシャンソン喫茶、銀、パリで、美少年兼歌手募集の張り紙広告を見て応募。シャンソン喫茶、銀、パリと歌手として、専属契約を交わし、国籍、年齢、性別不詳として売り出す。次第に人気を博し、三島由紀雄、吉行淳之介。 野坂明雪、大江健三郎、中原淳一、遠藤修作、寺山修司、中西礼等、文化人の支持を得る。歌手としての道を歩み始めた頃、父は事業に失敗し、三輪の元を訪ねて、金の無心をしてきた。かつての、父の親戚への無情な仕打ちと同じことを三輪ができる、はずもなく、かといって、父を許せない気持ちが消えるはずもなかったが、 兄弟の生活を守るために、ミワは銀パリでの歌手活動とは別に、アルバイトと称して、キャバレーや新中軍キャンプで歌った。1957年、シャンソン、メケメケを日本語でカバーし、遠隷な要望で、シャンソンを歌い上げ、一躍人気を博す。原独時代の古障衣装を洋装に取り入れ、レース地のワイシャツ等を身にまとい、ユニセックスファッションと、三島由紀夫が、 天上界の美と絶賛した美貌で、マスメディアから、ジンム以来の美少年、シスターボーイと評され一世を風靡する。同じ、1957年制作の映画、断流二歌手として出演している。メケメケ以来のブームは、一年ほどで沈静化。その間に、週刊誌にて、自身が、同性愛者であることを公表したことや、旧来のシャンソンのイメージにない、 自らは訳した生々しい内容のシャンソンを歌唱したことに対する反発もあり、人気は急落する。そんな逆風の中、作詞、作曲活動を開始。今もって、庭の主要なレパートリーとなっている、薄紫、金色の星、ふるさとの空の下等の音楽作品は、この頃、すでに作詞、作曲していた。しかし、その活動は、 当時の聴衆からも歌謡界からも理解を得られず、レコード化すらできなかった。見栄え枠、人様の情けに生かされた不遇の時代が続くとともに、途血党原爆症に悩まされ始めることになる。しかし、1963年には、中村八大らの助力により、日本初となる、全作品、自らの作品によるリサイタルを開催。翌、1964年には、 よいとまけの歌を初めてステージで披露する。1966年、前年のうちにレコード化されたよいとまけの歌が注目され、人気が再燃する。1967年、寺山修司の演劇実験室、劇団天井佐敷旗揚げ公演で、寺山が庭のために書き下ろした舞台作品、青森県のセムシ男や、毛川のマリーに主演する。 1968年、自助伝、紫の履歴書を発表する。江戸川乱歩原作、三島幸男脚本の舞台作品、黒トカゲに主演して、以降も、椿姫、またはり、ジャン国等原作、相当の和紙といった舞台や、黒バラの館、雪の上変化等の映画、テレビドラマでの主演を続ける。また、1970年からは、TBS ラジオ、 ラジオミノウエ相談を担当し、芸能人が担当する人生相談としては、異例の25年という長期にわたり続いた。1971年、度胸中に、三輪の字が浮かび、神が与えてくれた名前だと思い、生命判断を調べると、完全無欠な画数だったため、丸山明弘から三輪明弘に改名。女優引退宣言を行い、歌手活動に宣言する。銀。 パリや渋谷ジャンジャンでのライブや全国各地でのリサイタルを精力的に行い、白首藤のアルバムも多数発表した。また、男性役では映画やドラマに出演している。1978年、枯葉の寝床で舞台活動を再開するが、幼い頃より中華料理やイタリア料理に肉料理中心で食生活を過ごしてきたことによる影響が出始め、この頃より、 慢性期間支援になり、年々悪化。俳優、歌手活動に支障をきたし始め、トークショー等のテレビ出演を控えるようになる。しかし、その後も演劇では、1979年にエディット・ピアフの生涯を描いた自作自演となる愛の参加を初演したり、1980年の TV、アニメ、メーテルリンクの青い鳥チルチルミチルの冒険旅行では、 夜の女王役を演じている。1983年には舞台、毛皮のマリーや青森県のセムシ男を再演。さらに1984年には相当のワシを再演するが体調は悪化する一方で、1985年の大天霊を最後に1993年の黒トカゲ再演まで舞台から遠ざかった。この頃の通院時に、医師からは、 三ヶ月の命かもしれないと告げられたこともあったという。歌手としては、1984年にパリで、1987年にはパリ、マドリード、シュトットガルトでリサイタルを開催し、ルモンド、リベラシオンをはじめ、多数の新聞、雑誌に紹介、絶賛された。また、1986年からは、パルコ劇場でのロングリサイタルが開始され、それ以外にも、 全国各地でのリサイタル公演を開催し、舞台に立てなくなった後も切れ目なく、活動を続けた。1990年、東京芸術劇場のコケラ落とし公演、マリー・ローランさんを演出。この時、すでに、黒トカゲ再演の企画は持ち上がっていたが、体調面から断念している。また、この年、40年近く歌い続けてきた、銀座のシャンソン喫茶店。 銀パリが閉店となり、ミワは最後の日のさよならコンサートで自ら作詞作曲した愛しの銀パリを涙ながらに歌い上げた。この模様を各メディアは上がって大きく報じ、また翌1991年の映画、黒トカゲのニューヨークでのヒットなども重なり、ミワが曰くこの頃からメケメケ、酔いと負け、黒トカゲに続く4回目のブームの時期が訪れ、 テレビや CM 等への出演が増えた。1993年、1985年の大天霊以来、舞台に立てないほどに悪化していた持病が、前年に奇跡的に感知したことで、24年ぶりに待望の黒トカゲを再演。前売りのチケットは、発売日当日に完売すると、世間から脚光を浴びた。また、この再演時には、自ら主演。 演出、美術、衣装、選曲を担当。以降、上演される舞台は、1994年、1996年の毛皮のマリー以外、すべて三輪自身の演出となった。自身が、大道具、小道具、美術、衣装、選曲を務めることが多く、脚本、振付を担当した作品や原作まで担当した作品、愛の参加もある。 1994年には海外から演出、照明、音楽等、東大一流のスタッフを招き、舞台、毛皮のマリーを再演。この形式は1996年の再演時にも継承されるが、見舞い枠、演出があんまりひどい時は私が手直ししたとのことで、結局2001年の再演では自ら演出することとなる。キャストも、 美少女を含め、全員男性で演じる本来の形式に戻された。1996年、三島幸夫が30年来熱望していた、三輪演出、主演による近代の学楽集より、青い上、外場小町を上演。三島を歓喜させた、当初のプラン通り、青い上では、舞台デザインに、サルバドールダリと、小形光林を取り入れ、音楽は、竹光徹の、 ノベンバーステップスを取り入れ、99歳の老婆から19歳の美女への早変わりなど趣向を凝らした舞台となる。また、その年の秋には、愛の参加を17年ぶりに再演した。1997年、13年ぶりの相当の和紙再演で、読売演劇大賞優秀賞を受賞。宮崎駿監督アニメーション映画、もののけ姫では、山犬が モロの君の役で声優を務め、東京スポーツ映画大賞女演団優勝を受賞する。黙れ小僧は特に印象的なセリフとして多くの人に記憶された。1998年には、青い上、外箱町を再演、秋には、デュマフィス原作、三輪明広版椿姫を30年ぶりに再演する。この年日本の芝居を上演したのを最後に、 翌年の相当の和紙以降、舞台作品は年一本の上演ペースとなる。一方、ミワが舞台活動を再開した1993年以降、芝居のスケジュールとの調整が必要となり、公演がない年もあったパルコ劇場でのロングリサイタルは1998年以降、音楽界と名を改め、毎年行われるようになる。以来、ミワのステージは、 春先の芝居、秋の音楽会で定着した。2000年、銀パリ閉店後、唯一のライブ活動の場となっていた、渋谷ジャンジャンが閉場となり、2000年3月29日が、三輪のジャンジャンにおける、ラストライブとなった。そして、エディット・ピアフの生涯を描いた舞台、エディット・ピアフ物語への参加を上演。また、この年、アルバム、白シシュが再発売される。 桑田圭介が、フジテレビ系、桑田圭介の音楽虎さん内で、酔いと負けの歌を歌ったのもこの年である。2002年に、芸能生活50周年を迎える。この年には、三島幸夫の33回期に際して、近代の音楽集より、青い上、外箱町を再演している。2004年にジブリアニメ映画のハウルの動く城で、荒地の魔女の声を演じる。 2005年には、テレビ番組、オーラの泉が始まり、愛の伝道師として出演している。2006年、三輪明宏原作、演出、美術、衣装、主演、舞台、エディットピアフ物語への参加を再演。2007年、三輪明宏形態サイト、三輪明宏霊人だよりを開設。2009年、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール。 アルセウス彫刻の軸上でアルセウスを演じる。2010年、三島由紀夫原作の舞台、近代能学集より、青い上、外箱町を再演。2012年、第63回 NHK 紅白歌合戦に、初出場を果たし、酔いと負けの歌を歌った。77歳での NHK 紅白歌合戦初出場は、史上最年長で、デビュー60年での初出場も、 史上最長記録である。歴代出場者全体の年齢から見ても、1989年の第40回 NHK 紅白歌合戦2万78歳で出場した藤山一郎に次ぐ歴代2位。2013年1月24日発売の週刊文春で約8年前に自身の個人事務所オフィスには社長と養子縁組していることが報じられた。 三輪の17歳年下で文学座の研究生だった17歳の頃、三輪の付き人が辞めることとなり、知人の紹介で付き人となって以来、身の回りの世話をするようになった。その後は青年座や聖杯などに在籍、NHK 大河ドラマ、黄金の日々にも出演経験があり、声優としても活動していた。オフィス三輪前社長が高齢のため退任した後、社長に就任し、 名実ともに、三ワを支えてきた。第64回 NHK 紅白歌合戦に出場し、藤山一郎の持つ最年長出場に並んだ。同じく2013年、フランス人の映画監督による、三ワ・明キのドキュメンタリー映画が作られ、DVD にもなった。ナレーションは、フランスの産業大臣の夫人が担当した。2014年4月から、三ワ・明キ主演の舞台。 愛の参加、エディット・ピアフ物語がリバイバルで全国公演される。前回の公演ではこの舞台を見た瀬戸内寂聴が感激して楽屋を訪れ、私は今まで映画や舞台をたくさん見てきたが、この芝居が一番感動したと言って号泣したという。同じくこの舞台を見た東山のりゆきも感激して、三輪の楽屋を訪れ、僕、今まで自分が こんなに泣けるとは思わなかったですよと言い号泣したという。同年、第65回 NHK 紅白歌合戦に出場し、史上最年長出場記録を打ち立てた。2015年、第66回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たし、自身の持つ史上最年長を更新すると同時に、史上初の80代での出場となる。なお、当時80歳でのの出場は、 正規枠では最年長出場記録を保持しているものの、正規出場者以外では2010年の第61回 NHK 紅白歌合戦に当時83歳で出演した熊倉和夫がいる。2018年東京都名誉都民に検証される。2019年9月11日、軽い脳梗塞を発症し入院。舞台公演が中止になる。 その後入院から約2ヶ月後の2019年11月17日、TBS ラジオ、庭秋広原色の日曜日にて仕事復帰。同年12月17日に、東京、西新宿で行われた、明治キノコの山、竹の子の里国民総選挙2019の結果、発表会に出席志向の場での復帰を果たす。 NHK 紅白歌合戦出場歴2016年2017年は未出場。ありがとうございます。